ゲーム体験共有チャンネルコピちゃんはご覧のサイトのリスナーの応援でお届けいたします。待ってください。上空を。何何なんだ。これもしかして時の歪みじゃないの。違う。はい、久しぶりのドラゴンボールゼノバース実況、皆さんどうもクリリンです。ということで、昨日かな、まあ、動画収録で言うと昨日の夜、まあ明けて今日なんですけど、 DLC 第2弾 GT 編の後半配布開始されたので、早速、動画の方撮っていこうかと思います。キャラはですね、ちょっとドラゴンボールは久しぶりなんですよね。ブラッドボーンに激ハマりしてまして、まあもしよろしければブラッドボーン動画の方も皆さんちらっと覗いてみてください。こちらのキャラはまあこんな感じで、まだ全然パラメーターを振ってないパターンなのかな。はい、とりあえず打撃系必殺だけガンガン上げてる感じになってます。でレベルキャップも今回のアップデートでレベル80から85まで上限上がったということで、まだ全然そこもね上げてないんですけど、とりあえず、このキャラで DLC で追加されたストーリー編をねちょっと進めてみようかと思います。あなたにはぜひこちらの歴史の異変もご乗車いただきたいのです。タイムパトロールを無事全て解決されたなら、されてますよね。できればクーリナからの依頼も終えられているとなかなかよろしいかと。さてご準備いかがでしょうということで終わってますので、まだご覧になってない方は、前回の動画の方でねご確認ください。では行きましょう。ちょっとこれ近接特化キャラの挙句迷って振ってないっていうパターンのキャラクターなんでね、ちょっと厳しいかもしれないですけど、とりあえず行ってみましょう。今までよりひときわ邪悪な気配がします。今度の異常もワームホールによるもので間違いないでしょう。すでにベビーとスーパー17号がワームホールに吸い込まれています。さらにこの歴史には邪悪竜がいます。彼らはドラゴンボールにたまったマイナスエネルギーが生み出した最強の敵。くれぐれもどうか気をつけてください。なんかプラズマクラスターみたいな役割になってるな。マイナスエネルギーを除去。 GT は何見てないか。3、あ、これが邪悪竜。敵を全て倒すミッションは単純だが、なんだこいつ見たことねえな。一応仲間がいるパターン。誰かに似てるぞこの敵。いやパンちゃんの声可愛いんだよな、マジで。ロリコンじゃないんですが。GT 悟空と2人で戦う感じかな。もう1人多分出てくるよね。よし、とりあえず行こう。投げ、よし、溜める。私は通信論。よし、悟空、お前と戦える。通信論って、おお、なになに、なに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 、めっちゃめっちゃ、あかんか、やべやべ、何が起こったかわかんないぞ今。俺が勝てば、お前が集めた4つのドラゴンボールは返してもらう。それからそこの貴様、何ですか。ドラゴンボールを使いすぎた地球人の責任でもある。そんな、よし帰った。やべやべ、普通にガチっちゃうな、やっぱり戦いは。ちょっとやっぱり振ってないと厳しいかな。入れ、入った入った入った。オッケーオッケーオッケー、これでそこそこ減るはず。この最強のクリーン、あかーん、最強のクリーンってコンセプトはいいと思うんだけど、危ないよ危ないよ、追尾すごいよ。おっとっとっと、かっこええな、あの技。てかデスボールの色替えっていう、ちょっとバンダイナムコのなんか、あ違うな、自分自身が火の玉になる感じなんだな。入れ、くぅ、収録中、そこ入れさせて。やっぱり操作が、やってる時は全然格ゲーって思わなかったけど、ブラッドボーンとは全然、くぅ、よしよし、よし、
もう一匹出てくるか。何なんだこれ。すげえ硬直する。やばいやばい。よし、悟空がめっちゃいい役割をしてくれてるぞ。でもあかん。やばいよ、やばいやばいやばい。てい、すげえ削られる。やばいやばいやばい。威力がない。スピリッツソードを入れたいが入ってたか。きれい。よっしゃ、オッケー。ここまではいい流れですね。どうしたどうした。はやっ。スライムとスライムベースみたいな、そんな感じ。色違いなのね君たち。インターフェースは一緒と。パンちゃんか。相変わらずアマちゃんですね。通信戦いにやり方も何もあるもんです。よし、なんかキャド系アイス系なのか。あーしたい。入るか。よいしょ、もういっしょ。ギロクギロクギロク、結構生命線ですからね。緑バーは常に意識と思っては。あかんぞあかんぞ。危ない危ない危ない。ナイスナイスナイス。ここは動画収録だからといって回復を使わないみたいな、そんな実況者としてのあれは関係なく使った方がいいだろうか。危ない、入らん。すいませんすいません。でも危ないんです。その辺は気にしなくていいですよ別にね。その辺は別に大体にして、これ振ってないんだし。おーっと、すけ振ってないんだから。よし、いた。オッケー、入らん。いいぞパンちゃん、なかなかいいぞパンちゃん。ナイスナイス。よいしょ。やらしいな、おい。下ネタかい。女の子いるからって。はい。あー、くそ。よし、これ技力を優先で。よし、固まる。そろそろ片付けないとパンちゃんがやばいぞ。ガード。うーわ、残像剣ダメっすか。タイミング合わなかっただけかな。よし、オッケー。ここまではそこまで難易度高い感じには感じないけど、うぅとか言ってとやられっからな。よいしょ、もうちょ決まれ。入れ。決めたかったところですが、もうダメダメパンちゃん。私にファイナルキル。 OK、 よーし OK。 とりあえずこれでDLC 第2弾第1ステージクリアということで、ランクは見ないで S でした。よし、とりあえずクリア。じゃあこのまま次へ行ってみましょう。ストーリー的なものが進むと思います。それではワープ。まさか合体とかそういうパターンないですよね鳥山先生。ここにあったドラゴンボールは。ギリリリリ、ドラゴンボール反応、ドラゴンボール反応。これもあれかな、ブルマが作ったこれではないのかな。おっと来たぞ。1,2,3,4,5,6,7 7つのドラゴンボールが。そしてこれは4か。お、ベジータじゃん。アイラインが深いベジータ。これがスーパーサイズに4ベジータだったかな。よし、 OKOK。 ちょっとあんまりちょっと仲間が強いと燃えないんですが、敵がそれほどのバランス取ってるんでしょうか。オッケー。
俺の故郷、惑星ベジータはフリーザに滅ぼされた。嘘。引き抜かれろ。ふざけるな。はめろ。ふざけるな。俺が憎いか。よ。だがその俺を誕生させたのは誰だ。お前らがドラゴンボールを乱用。なんだあの攻撃。強烈だが、かっこいいんだが、敵ながら。そしてマイナスエネルギーが俺たち。マイナス。ただのなんか。空気清浄機の話しか聞こえなくなってきたんだが。勝手なことを言うな。諦めなさい。ベジータ強え。お前では俺に勝てないと。殺されろ。貴様に言われなくても初めから分かってたさ。一人じゃこれっぽっちも勝ち目がないことは。決まらないか。なんじゃと。サンキュー。いいよベジータ、ナイス援護。ナイス援護なんだが、私にもそこそこのいいところを見せてもらわんことには。え、悟空も来てんの？俺いらんやないかい、もはや。何何あの技って。何すんの何すんの。おーっと、あっ、足したら8じゃん。スーパーサイヤ人8、これは俺初めて見たかもしれん。スーパーベジットってやつか。ベえ、何や、ゴジータ、ゴジータスーパーサイヤ人4か。よいしょ。危ない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 。ちょっと仲間があまりに強烈なんだが、よし、入らなかった。うーわ、キャンセルで敵ながらあっぱれなり。おーし、やっぱ久しぶりにやると楽しいわ。楽しいな。うーん、いや、このゼノバースはね、もう、まあ、ゲーム実況といえばニコ生でしょうが、ニコ生でも全然ね、放送やってる人が少ないんですよね。ブラッドボーンが発売される前までは、まあ、2、3枠ぐらいかな。夜だと4、5枠ぐらいあったけど、もう本当にないので、楽しいんだけどね。外人さんがすごい好きみたいで、外人さんはすごいいっぱいやってるみたいだけど、やっぱブラッドボーン効果かなりありましたね。かなり多いから実況する人も。よいしょ、入れ、よいしょ、入った。そこそこ削れるでしょう。で、はあ、よし、回復。よせよ。OK、 投げ。決まってくれるとかっこいい。コプちゃんはいいぞフリン。ご覧のサイトのリスナーの応援でお届けいたしました。頼むぞ、こづいた。ちょっと、いや、ご頼む言うとるやん。ちょちょちょ、どうすか、ラストファイナルキューになりました。オッケー。なになに、これもしかして時の歪みじゃないの。違う。ということで第2ステージクリア。このまままだ続くかな。続くようならワープだ。ということで、そのまま次のストーリー、どこかに吸い込まれた私たち。大丈夫ですか。あらら、敵の数、おお、でっかいやつが来た。誰から倒すのがいい、これ。なに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 、時の歪みをとりあえずクリリンが壊したと。
GT キャラ勢揃いで、これが今回の最後っぽいかな。今度はね、機弾特化なのでね、貯めれればそこそこのいけると思うんですが、まだ諦めん、最後の、あ、やべ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 、一発逆転起きの奇跡、バカーン、キャラ変えるぞーい。選手交代、私の出番ね。ということで、こちらのキャラはですね、以前そこそこ上げていたので捨て振りとしてはこんな感じの流れになってます。ちょっと20残ってますからね、まあ、とりあえずこのまま行ってみようかなと思います。じゃあレッツゴー。機弾特化なのでね、貯めれればそこそこのいけると思うんですが、よいしょ、とりあえず木を貯めること優先で、これまでちょっと頑張ってもらいましょう。あ、いい感じ。ブルーハリケーンも有効っぽいな。どうでしょう。あれ、なんか範囲が弱体化されてるとかそういうのないよな。どうでしょう、電圧。うん、今巻き込んでなかったっすか。あらららちょっと使いづらいな。機弾キャラは機弾キャラで、あれ当たらん。来い、はい、来た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 、敵が手の時は、うん、でも俺すごい豆腐、すごい豆腐、やめろ、いいよいいよ、あれどうしようか、あ、もう鬱陶しいこの足りが、ダメっすか、よいしょ、じゃあね、楽しかったぞ、よし、オッケー、うんー、がずるずる戦っちゃったけど、とりあえず、3ステージクリア、やだ、恥ずかしい、よくやってくれた、ということで、ムービーが流れる。今までいろいろありがとな。お前との戦い、すっげえワクワクしたぜ。あの妙な穴から出てきた二人はお前に任せるぞ。ん？いや、それは俺がやっておきますよ。今頃起き上がって。皆さんの戦いを見ていたら、いても立ってもいられなくなって、でも助っ人の必要なんてありませんでしたね。トランクス、いや、お前はあの時の、お久しぶりです父さん、先ほどの戦いお見事でした。ワームホールが破壊され、歴史の改変はなんとか食い止められました。すべて正しい歴史に戻ります。あら、おい、もう帰るのか。はい、不正本能ですか、ベジータさん。父さん、どうかお元気で。お前もな、またな。ということで、これでストーリー的なものはとりあえず終わりなのかな。 GT 編前編後編が終わって、おかえり、お疲れ様。すみません、決まりを破って飛び出してしまいました。ほんとよ、ダメだって言ってるのにびっくりしちゃうわ。すみません。まあいいわ、なんとかなったしね。これでワームホール騒動も一段落ね。そうですね、今度こそ振りにしか聞こえないんだが。おめでとう、今までのご褒美にプレゼントを用意しておいたわ。なになに、どっちのストーリー的なプレゼント、それともリアルな。古今東西のグルメを集めたフルコースよ。あ、食い物系。こっちの建物よ、ついてきて。あ、
なるほど。覚悟しておいてください。今までで一番難しいクエストに。クエストって言っちゃっていいの君、この中の世界の人間なのに。お前一人の時の海王神様の料理は邪悪竜よりもはるかに凶悪なんです。どうしたの？こっちよ。神様の手料理なんてそうそう食べられるものじゃないわよ。残さず食べていきなさい。今の SE はどうなんだろう。今の SE はどうなんだろう。めっちゃ邪悪やん。なんて平和な終わり方。定番的な終わり方ですね。ということで、ダウンロードコンテンツ第2弾、GT編後編のご紹介でした。ストーリーの他にもパラレルもありますので、そちらもね、ご紹介できればなと思います。とりあえず、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方は、まず動画のタイトルをタップ。動画説明文を下にスクロールして、リンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は、再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は、画面のボタンをクリックすると、チャンネル登録ができますのでお願いいたします。コピスケ様と生で絡み合えるツイキャス、ニコ生のチャンネル登録や、ツイッターのフォローもぜひぜひ登録お願いします。